皆さんこんにちは。コロナひろきでございます。いつも先生の講座にお越しいただきまして誠にありがとうございます。まず次回の講演を案内させていただきます。第45回コロナひろきの歴史講座、日経文化振興会様さんの主催毎日本さんの講演で次回行う内容は対価の配信と人心の乱となります。聖徳太子以来久々の古代史となる次回になりますけれども、その後の我が国の方針を決定づけた7世紀における2つの政変をいつものコロナ節で臨場感たっぷりにお伝えしますのでお期待ください。日程ですけれども、はい、今回は東京公演が先になります。東京公演は平成26年11月23日これ勤労感謝の日、新嘗祭の日で祝日でございます。午後3時からいつものスター貸し会議室飯田橋で行います。一方、大阪公演はその6日後、平成26年11月29日土曜日午後6時から大阪市立総合障害学習センター第一研修室これもいつもの場所でございます。こちらで行います。なお、主催者のご意向によりまして、いずれも金1000円の資料代を徴収いたしますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。第45回。小田博之講座、大事をよろしくお願いします。